さあ最後にご出演いただきますのはウィッチの皆さんです。はい、はい、ウィッチーズイッチの意味を込めまして、はい、衣装もダンスも本人に近づけるように練習をしました。はいはいはい、ということで掛け声などをしてくれると嬉しいですとのことでございますよ。はい、つまりあの JYP のですね、はい、TWICE の妹とのイッチのコピーを今日はカバーをですね、パフォーマンスしていただくということでございますので、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、それではウィッチの皆さんです。どうぞ。どうぞ。タラタラって曲、はい、番組の企画で踊ってたんですよ。誰がですか？あ、私それ見ましたよ。そう、それでね、すごい難しいですよ。はい、特に有名なんですよね。そう、イントロがね、トリプル A の難しさなんですって。このダンス難しいよね、イントロね。この難しいダンスを皆さんがもう制覇してたっていうことは、かなり練習したんじゃないですか？ところでこの5人様はどういうつながりなんですか？はい、ね、出会いは、そう、私たちは普段は TWICE のカバーダンスをしていて、Twitter で趣味があって一緒にダンスしたいなということで集まりました。
現代ですね。ツイッターでなんかダンススクールで出会ってとかじゃなくてツイッターで知り合ったのね。え、じゃあ初めましてみたいな感じで、みたいな。え、いつこの結成されたんですか。あ、はい、今はが2年前。 TWICE は2年前、うん、イッチやってそんなに経ってない。最近最近始めたそうなんだ。え、ツイッターってことはみんなバラバラに住んでるわけでしょ。結局いろんな町で集まって練習する回数って限られてるよね。そうですね、大体月に3回とか都内に集まって。え、じゃあそれまでは自己練を家でとかね、スタジオでしていて。そうなんだ。やってんですよ、こうやって鏡見て。クレイさんやりたかったんだね、今ね。もうね、僕もね、もう忘れたいくらい辛いんです、これ。いや、もう忘れられないぐらい練習したってことですよね。そうですよね。はい。いや、でもね、すごくこう、息も合ってて、難しいダンス、すごい上手いなって思いながら、私見てましたよ。好きでした。なんか今後、活動、まあ、目標みたいなものあるんですか。誰に聞きましょうか。あ、大丈夫ですか。なんかありますか、目標。目標、誰が答えましょうか。はい。あ、じゃあ手が上がりました。基本的にいつの活動はこれで終わりなんですけど、あの TWICE をちょっと全面的にしてるので YouTube とかにも動画上げてるので、ツイッターもやってるので、ちょっと皆さんにぜひ見ていただきたいなと思って、衣装とかも本人に近づけるようにいっぱい練習してるので、ぜひ見てほしいです。これはあの WITCH で検索すればいいの。グループで TWINS？グループ名は、グループまだ上げてないので、はい、あのグループ名はその TWICE でやってる時は何ていうグループ？TWINS。TWINS。TWINS。カタカナで TWINS って入れたらいい？ローマ字で TWICE の間に N を入れてもらって TWINS です。ああ、TWIN ね。あの双子の TWIN に CE をつければいいということでしょうかね。はい、私不思議なこと言ってますか？大丈夫大丈夫。TWIN に。CE ですね、言ってない、古谷さんいじめないで、もう大丈夫大丈夫、大丈夫ですよね。でも分かりやすく今、TWICE の間に N を入れてくれるって言ってくれたので。そうですよね、はい、失礼いたしました。分かりやすかった、ね、お姉さんから怒られますからね、それでね、すいません。はい、じゃあ、はい、あのこの後まだありますよね、うん、次はその活動してる TWICE の曲で SOS と上ハゲを披露したいなと思います。はい、じゃあ準備お願いしていいですか。はい、じゃあお願いします。はい、頑張ってくださいね、どうぞ。I'm not afraid to die.
とうございました。ありがとうございます、はい、ウィッチという名のトゥインスの皆さんでした。ありがとうございます。はい、はい。